ここをもって一のりするところ仏はその宅におる、二の化するところ字はその炉に上る、路上につきてこれを分かてば地はもってここに託す、天はもってここに満ちす、気象は天に行く、気質は地におる、天行けばすなわち地は必ずおる、地おればすなわち天は必ず行く、ゆえに鳥は水に潜まず、魚は天をかけず、これを人造に移して言わんに、船は押すべからず、車は浮くべからず。ここをもって天地は一全物なり、質を開き尊ず、炉は通じ宅はいる、天は事前になり、心は核なさしめて、ここはやっぱ厳密に読んだ方がいいですね。心は核伊勢しめて、真意は対返事、天性は対、ここは上でいいですね、上なり、これも椅子ですね。椅子を持ってしかしてなる、椅子を持ってしかしてなる、静するを持ってしかしてなす。ああ、ここは読みに苦労したところですね。制するをもってしかして椅子、変化錯綜の読みではなすをもって、なすをもってなる、なすをもってしてなる、なるをもってしてなすというふうな読みにしたいと思います。では両方読まないと分かりませんよということですね。でこれが意なんですよね。伊勢場すなわち、そうすると伊すれば、かえって面倒になっちゃった。制すればすなわち持ってたくし、持ってロスけだし、理はその一を一一にして、宝石は極まりなし、ゆえに異性の二部は愛陰運す、万物の核のごとく上場たり、万物は核のごとく上場たり、ゆえに天地は一大円物なり、天は日月をかけてしかして昼夜作望を買う、地は運を運びてしかして運来右折を巡らす、陰陽の紋章を天になすや。これ文章と読まないでください。天文地象 の, 略
まあ省略形ですね。これいっぱいあります。天になすや、天は方位を定めて、しかして東西南北を分かつ。地は山水を定めて、しかして古海東照をなす。ここは聖数がないからなすでいいですね。器物の紋章地になすや、天地は常在す。天が、地がのせ、天が乗るんですよね。陰陽は陰運す。動色は情状として、種を無数に分かち、人はその中にある。物にとりて、もって身となす。まあ真でいいでしょうね。真にとりて、まあ身でもいいですね。身の方がいいか。真にとりて、もって意図なす。ついに意の真をもって、もって万物に勝る。よく万物を知れいす。もう今まさにそうですね。万物を知れいす。そして自然界にないものまで作り出してますね。ここにおいて、我はすでに司令の天地なり、菊の方位にとり、しかして東西南北を定む。で、東西南北と読んだ場合は、地球表面の東西南北です。東西南北って読んだら、東運西天南軸北軸のことです。全部が全部そうというわけではありません。基本はそうなってます。だから読みから、要するに平面の方位か 3D の方位かが分かるように読まないと混乱します。文字が同じですからね。分子の歳時を見て、しかして死後閉院を殉す。この辺はもう Windows のね、検索ボックスに放り込んだらもう意味が出てきます。山にはしごし、海に渡し、宝域の尽くすところを探り、主に生し、生に辞して、辞してでいいのかな、後で検索してみます。経歴の旧金を期す。誠意を持って主を追う。意を持って仏を求む。誠志は皆依す。異物は錯綜す。意と仏はということですね。誠意と主は、ここにも等を入れて理解するといいです。衣装の経営は、すなわち同じきことあたわずといえども、しかも実測の所見は、すなわち異なるべからず。故に陸は漫然として水におる。水は水湖として海をなす。海は中線の南に媚びとす。要するに、まあ南半球の方が媚びを探ればですね、南半球の方が広いという意味です。水が限りなく広がっている様ですからね。南半球の方が海が広いですよと。上は、これ大陸ですね。中線の北に高校とす。大上は涼水し、まあ土壌の上ですからね。まあ陸のことですよね。大上が大陸のこと。一水は北に立てす。一水は横。一水は、宙に横す。これは世界地図を検索して、まあこういうことですね。一水は北に立てす。こっちですね。南北アメリカ大陸。一水は宙に起こす。ここですね。水だから、ひょっとしたらアフリカ大陸と南アメリカ大陸のことかもしれません。横須はおそらくここですね。
この辺はまあ、地図を見ながら考えてくださいませ。こういう地図いいですね。多分これのことなんですよね。先国は陸に繚乱として、当初は水に要綜す、南冥は最も巧妙たり。これは南極の方ですね。南極周辺のことですね。その中に上あり、南極に大陸があることをもう知ってたんですね、この時点で。この情報をどこから手に入れたのか分かりませんけど、この辺がね、2160行、南米は最も巧妙たり、だから非常にもうネットを使えない古典研究者なんて、もう道路に寝そべっている牛みたいなもんですから、もう邪魔なだけです。南極大陸で見ると、画像で見るんですよね。南極でこうありますね。で、大陸がある。で、このこと、これを南冥、南冥っていうのはこの南極付近、この辺を南冥って言ったんですよね。最も巧妙たり、その宙に上ありだから大陸があるという情報をどこから知ったのか。じゃあ南極大陸、南極点到達、このいつのことなのかですよ。南極点、アムンゼンが最初でしょう。アムンゼンがいつの人かとね。まあこの辺の人で、まあ南極付近に住んでた人たちは夏になれば氷が溶けますからね、知ってたんですね。で、その情報が伝わってるんですよね。その中に情あり、探索はなおつまびらかを欠く、日月東西は、東西です、ここね。ここまでにしましょうか。東西、日月東西、日月の東西天ですよね。故宮に従えて南北す。南北すではないです。ここはこういう時は濁らない方がいいです。まあ、もうちょっと行きましょうか。この辺から次行きましょう。これ面白いでしょう。南極に大陸があるということを、大陸大上とは書いてないですけど、陸があるということを、どういうルートでこの情報が入ったのか。探索はなおつまびらかを書くと。だから日本からはいけないですよね。南北の極は昼夜をこもごもにす、中線の地は10日を再びす。なかなかね、この辺がどういうルートでこんな情報が入ったのかを知るのは楽しいですよ、調べるのはね。